もこんにちは、特化軍です。普通科です。本日はこちら、んだ消えるメモ紙スパイペーパー。ドドーン。おい、消えるメモ紙スパイペーパーです。なんて消えるメモ紙スパイペーパーです。なんて頼みますよ。ちょっとその耳におかき詰まってました。すいません、すいません。今取り除いたら大丈夫です。いやいや、おかしい状況だよ。すいません、すいません。どうやったらあれ入んのよ。ガッチリおかき入ってました。おかきを。スパイペーパー。何ですか、それは。これはですね、うん、なんと、はい、メモ書きますよね。そしたら、はい、水に入れたら、ええ、あっという間に消えるんです。お私、はい、まあ、その、自衛隊辞めて、あんま言えないですけど、大きい声で。ちっちゃく言いますね。はい、うん、ええ。よしもたに、スパイ活動してんすよ。なるほど、はい、はい。それでもう結構使ってきました、これ。あ、使ってきたんですか？使ってきました。この15年ぐらいを、うん。はい。はいはい。でも同期、森尾ハザード。元自衛隊らしい。何？うん。ゾンビの、ネタをやるそうだ。はいはい。舞台袖で見て。うん。今日来ているお客さん。うん。森尾ハザードのお客さん3人でした。いや、そんな呼んでないわ。いやいや、ほぼゼロや。否定せいや。ほぼゼロや。否定せいや。誰があんな昼間にお客さん呼べる？謎の15時とか16時。平日の。すごい時11時、11時だった。あった。いや、平日もあったよ。平日11時であった。あったよ、あったよ。誰だよ、もう。本当に専業職しか来れないじゃん。まあ、スパイっつのはね、考えられる限りのあらゆることをします。まあ、例えばズボンのね、裾の中にもちっちゃいコイルを入れて、まあ、方位磁石っぽいのを入れたりと。あと、傷口っぽい、そのゾンビ。うん。ゾンビみたいな、傷口っぽくして、こう、剥がすと、うん、その中にカミソリと、必要なもの。一言もすると。さあ、これは、やっていきましょう。はい。開封用意。開封用意。開封！開封。なんか絶対バレないようにしてんだけど、まあ、スパイって言ってるあたり書いてますよね、もう。まあ、これはね、売ってるものですから。おう！うん。ね、スパイペーパー。書いてます。めくるように。めくるように。めくり！めくり。なるほど！もう今のところ、なんか、何も、普通の。わからないですけど。普通。あ、普通なんですよ。ちょっと、なんか、あ、裏がね、なんかね、こう、サラサラしてるんですか？そう、裏がやたらツルツルサラサラして、で、こっちの、おそらく表の方が、ちょっとこう、ザラザラというか、しっとりしてるっていうか。しっとりしてる。なんか、油取り紙の厚いバージョンみたいな。あー、そういう感じですか。うん。切ります。はい。よいしょ。普通だよね。普通。まずは、まあ、メモしてください。うん、そしたら、水で濡らそうと思います、ね。なるほどね。ちょっと待って。うん。スッといっちゃったけど。ええ。なんか今日頭長くね？頭長い。あれ、ええ、私はずっとこれでしたよ。そんな頭なんかボタン見てる。いえいえ、私はもう。そんな頭なんかボタン見てる。いえいえ、私はもう。あれ、ダイオード、発光ダイオードみたいな頭して。私はあれ？あれなんですよ。最近ランバルポンポン出てる。え？あー、今消えちゃった。ほんと？うん、今出てた。フワちゃん。今、なんか見たことある人だ。聞いちゃったわ。YouTube だ。ああ YouTube です。ちょっと乗ってた、今ね。何ですか、これ。いや、これは、だから私、あれですよ。やっぱり、180センチになりたかったんで。はい。頭に、舞の海じゃねえんだよ。舞の海さんって。よくわかりましたね。わかる。よく舞の海さんってわかりましたね。ちょっと待って、イントロとかじゃないんだよ、これ。早いね。早いね。そうそう、シリコン入れたんですよ。いやいや、頭にシリコン入れないでしょ、これ。180になりたくて。あ、いや、かぶり物好きなんで。うん、かぶり物好きなんですよ。かぶり物、塗り物。これさ、今日は3億円強奪事件の。写真じゃないのこれ。あれ白ヘでしょ。名前いきます。まずじゃあ。森尾ハザードって言います。森尾にしますか。あ、じゃあ森尾。簡単に大きく。はい、ました。森尾。はい。さあ、これがね。どうですか。消えるのかっていうのを。あ、こちら。がドドーン。なんですかこれ。水。あ、水ね。さあ、それではこの森尾と書いてます。ボールペンで書きました。はい。ピタンと。行きましょうか。行きましょうか。じゃあ行きます。はい。投入用意。投入。行くよ。はい。お、なんだ今のところ。染みた。へなってますよ。でもへなってますね。あ、え、なんだ。へなってる。ん？え、な、あれ？お？ん？なんだ？あれ？おお、なんか浮いてきた。あれ？何これ？これ浮いた。わかるかな？これ紙沈んでってんすよ今。お、なのに。何これ？すげえ。すげえ。え？紙沈んでってんのに文字だけが水の上に浮いてんじゃないのこれ。なんか、ね、すごいぞ。段差あるよ、なんか。ほんとだ。わかるかなこれ。もうはね、完全に浮いてます、もう。あ、もうはね、水の上に浮いてる。ボールペンのインクが浮いてる。紙はね、もう、はるか下。すげえじゃん。おは出てないけど、もは。うん。あ、リも浮いてる。リも浮いた。
おー、なんだろう。おー、なんでだろう。おー、しぶといよ。ただね、これ若干多分ね、水にこうグルッと回らすんだろうね、スパイはね。あー、スパイは、シャシャシャってやっちゃうのかな。うん。これもすごい、モーリー浮いてるよ。おー、浮いてる。芸術。すげえ。なにこれ。え、こんなんなんの、インクって。すげえ。あ、おも浮いてる。もう、おも浮いてきた。海苔、海苔見て。お茶漬けの海苔みたいになってる。え、なにこれ。すげえ。立体、ほら、影できてるもん、もの。なにこれ。へえ、あ、これで証拠を隠滅するってことですか、うん、水に入れて。そうだね、もうメモるだけメモって、敵に見つかりそうってなった瞬間にもう口の中にぶっ込む、唾液にぶっ込むとか。溶けちゃう、うん、口の中に。これだから、ね、あれだね、おっちょこちょいだったら置きっぱなしに行ったら消えただろうって思うけど、文字は浮いてるね。そうね。え、水をちょっとだけ横動かしてみます。あ、ここ横の水を、はい、そしたら文字どうなるんですかね。あ、おお、また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 、なんか、なんこれ、すげえ。あ、ボール、おーおー、ほら、あ、これでわかるわ。ほら、浮いてんだもん。浮いてます、ね。これでわかるわ。ほら。あ、でも森が消えた。下の紙もなんか、崩れ始めてる、勝手に。もう感触はないです。あ、ほんとだ。インクの感触がないです。ほんとだ、ほんとだ。もう、もう、紙も焦げてる、完全に。ちゃってますね、あ、ほんとだ。紙がもう形がない。うわー、すげえすげえすげえ。じゃあもう混ぜましょうか。ぐるぐるって。うわうわうわ、消えた消えた。すごい。あ、これは、わかんないですね。ね。うん。じゃあ行こう。おい、俺はね、吉本からね、こういった業界に入ってる、潜入しているスパイだから。吉本から入ってるんですか。吉本経由で、自衛隊から。ああ、そういうことね。特殊系なんで。ああ、なるほど、はい、まあ、あんま言わない方がいいな。はい、絶対バレちゃいけないけどね。一応書きます。めっちゃ顔出しとるやん。一人特殊任務部隊じゃん、うん、一人特殊任務。14年前に、上から命じられて以降連絡取ってない。ね、うん、もう忘れられちゃったな。それもあえて、あ、まだバレないために、まだ泳がしてんのね、うん、あ、いろいろ潜入してんの。いろいろ潜入してますよ。あれか、うん、去年の騒動をリークしたのお前か。やめろ。本物の特殊任務ぐらい潜入してちょっとバレないようにな。私はなんだ、間違った。そう。やべ、行っちゃおうか、そのまま。うん、ここでも誤字をやってしまった。うん、ちょっと待って。パッて書こうとしたら、ポッてやっちゃった。もう、ガチでやっちゃったよ、これ。なんだ、これは。スポイ。スポイ。これ、ボケでもねえな、もうな。スポイでは。ひどいな。ひどいぞ、これは。ちょっと見せてください、ちゃんと。視聴者の方に見せてあげてください。あー、恥ずかしい。消したい。ね、森尾さん、映す前に消していいですか。映す前にもう入れていいですか。ダメです。ガチで間違えちゃったんだよ。特に急いだあれはなかったんですけどね。まさかの、ごめんなさい、頼ますよ。まさかの、漢字間違えるとかじゃなくて。カタカナ？やばいですよ、これ。もう消していい？もう消すで。消そう。水に入れて消そう。もう消そう、これ。私は、スポイではありません。スポイ。スパイって書こうとしたんですよね。本当は私はスパイではありません、自衛隊小野寺みたいに書いて、いや、お前スパイなのに喋りすぎやみたいなのをツッコミまとっとしたんですよ、なのにスポイって書いちゃったから。スポイ、もうスポイが分かんないですもんね。もうボケがごちゃごちゃになっちゃいましたね。いや、これはもうだからスパイペーパーも消しましょう。もう消そう消そう。危ない危ない、これは危ない、これまずい。ダンチャーク、はい、今ほい、油だからな。あ、おー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 、あ、でも、あ、これは浮きはしないな。あ、ボールペンは水との関係で浮くんだね。あ、でも、油性の場合、あ、浮いてきた。歯は浮いてきたね。歯浮いてきたよ、ほら、歯。油性だと紙と一緒に沈むんだね。なるほど、これやっぱボールペンだ。ボールペンは浮く。デラ浮いてましたよ。あ、デラ浮いたというか。浮いてねえか。このデラだけ浮いたか。なんか綿みたいになってるね。なんかね。すんげえ吸うんだな。すごいな、こんななんだ。これ入れてまだ3、40秒ですよね。浮いてる、浮いてもね、スポイなんですよ。やめて。消しましょう。もう、消しましょう。あーっつって、やばい、見つかったっつって、ね、なんだ、お前、ちょっとお前っつって、バッつ、よし、水に消したから大丈夫だ。なんだ、ね、ん？私は、スポイではありません、小野寺。どういうことだ？非常に申しにくいですが、15年の任務、その任務を勝手に私が、トーク。消えた。ほら、もうわからない。バラバラ。これ多分ね、入れた瞬間やっても、もういくね。まあでも本来そうでしょうね。入れてスパってやっちゃうんだろうね。今、最速でやってみようか、じゃあ。あ、そうします。最速バージョンやってみようか。最速バージョンやってみますか。うん。
やばい、見つかる。見つかる。何て言いますか？森尾くんは夏になるとビーチに行きなさい。早く入れるんだ。早く入れろ。早く入れろ。早く入れろ。早く入れるんだ。バレたらやばい。でもまだ来てないよ。ダメだ、バレたらまずいぞ。いや、まだ来てない。まずい、まずい。大丈夫、まだ来てない。もうこの年齢で海行こうとしてんだから、まずいぞ。早く入れるんだ。やめろ。これが結構バイトとインドア。夏だけなぜか。早く入れるんだ。早く入れろ。はい。入れる。混ぜろ。混ぜる。お、これ早い。いいね。ちょっともうちょい残しときたかったね。いいね、いいね、大丈夫。すべてはここだ。なるほど。すべてはここだよ。すごい。答えは。何もわからない。これ半沢直樹の多分シーズン3みたいな感じ、これ出てくるよ多分。スパイペーパー、うん、持つかな半沢さん。答えはここだよ、ここやだな、あもうやりやがったなっつってできなくはないよ ね、ありそう。なんでスパイペーパー使ってんのってなっちゃうけど。どうですか？いや、すごいですね。ね。その日あった一日の嫌なことを書いて、もうこう水に流すじゃないですけど、それでもう終わりみたいな。っていうのはなんか嘘そうじゃないですか。見てて気持ちいいよ。吐き出してさ。あ、わかる。それは。みんな吐き出さないからどんどん溜め込んで、なんか悪い方向になるじゃない。うん。いろんなもので。はい。吐いた方がいいんですって、その。なるほど。ね、ストレスにならない。あら、たまにはいいこと言うんじゃない？どうも、ありがとうございました。なんで逃げんだよ。逃がさないで。ごめんなさい。怪しいよ。途中で。アメリカ軍のね、スパイ活動してましたっていう人の、はい。本にもね、これ載ってた。まあね、ちょっとこう、ポケットに、スパイの人が入れてるってパターンもある。なるほどね。ね、そうだ。思い出した。何ですか？これね、とか、まあ日本にはなかった時代なのかさ、うちのお父さんがさ、はい。私立大なんですよ。お父さんは、はい。うちのお父さん、大学行って。私立の大学。うん。で、テストを受けてたんだって。はい。まあ、入学した後かな。で、普通にカンニングしたら、一発で退学かなんかの時代っていうか、一発で退学なんだって、その大学内のテストで。そしたら、なんか、普通にテストしてたら、その、同じ学部の隣のやつが、おい、何やってんだっつって、カンニングペーパーに、もう、びっしり、カンニング書いてんのを、もう、見ながら書いてたんだって。もう、堂々としてた。隠れながらね。したらもう、おい、何やってんだって見つかったんだって。うん。したら、もう、あれですよ。口に入れて、カンニングペーパーを、うわーって口に入れて、もう追いかけてるじゃん。おい、何やってんだって来たの、来たの。うん。うわーって、うわーって食ったんだって。うん。目の前で。うん。うわー、すげーっつって。うん。うわーっつって飲み込んだって。うん。退学免れたらしいぞ。すごい。証拠ないからだ。すごく、お礼せえ。いやいやいや、だから。すごくない？そんな漫画みたいなことすんだ。それスパイじゃないじゃん。だから。お礼はスパイじゃない。そんな。すごくない？だって、あなたのお父さん、四五十年前です。前。40年ぐらい前。うん。すごい、やばい。しかもよ。そのさ、お父さん隣で、まあ、知り合いっちゃ知り合いらしいんだけど、隣でその食ったさ、その同級生、免れたわけじゃん。もう限りなくくれよ。限りなくくれ。いや、もうスパイよな。やってることはスパイよ。ちょっとすごいね。大学にはできないんだ。でもこれよ、これ。いや、消えて、自分がやってたんだけどね。溶けない紙を溶かしたんだ。これやってることは一緒、やってることは一緒。根性あるよね。限りなくグレーだけど、まあ、退学免れたじゃん。うん、で、その後に、普通に無事に卒業できたわけさ、その友達。すごい。今、金持ちらしいよ。やっぱその孤独。やっぱその根性だよ。すごい。何をやってるか分かんないけど。多分だってそれ食わなかったら、退学で違う人生だもん。な。うん。カンニング使えとは絶対言わない。ダメですよ。ダメですよ。うん。使っちゃダメ。ちょっと遊び感覚でね。まあ、そう。大人だからね、スパイはね。大人たちの、その。子供のスパイも聞かない。子供スパイ聞いたこといるのかな？まあ、あり得るけどな。あり得るな。うん。なんでもやるからな。コナン君ぐらい頭良ければ。あらゆるものね。やる。文字ね、浮かぶのすごかったですね。溶けるだけじゃなかったもんね。浮いたもんね。ブルーンって。あれすごい。すごい幻想的な映画。映画のワンシーンだよね。新海誠監督のなんかさ、出てきそうよ、映画とかで。うん。ドゥドゥン、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 ドゥンみたいな。いや、ターミネーターだから。ターミネーターだから。そう。ターミネーター海面に浮かんでこないし。こういうことでね。なるほどね。で、これまたね、ちょっとゲーム的なものも。今度なんかやりますか。やってみましょう。書いて。どっちが何問正解できるか。何書いてたでしょうか。やってみようか。やりましょう。まあ、あとスパイについてもね、今度まとめて。どういったね、仕事をしてるかっていうのをね、スパイについてもね、やりたいと思います。本日はこれまででございます。スパイペーパーについてでした。はい。ツイッター、インスタやっております。特に原則フォローお願いします。ああ、スパイもやってますよ。やべ、最後にもう一回言われた。忘れてきたかなと思ったのに。スパイもやってますよ。ボサイバーあります。下あります。スパイが
書いたやつですから。本日はこれまで。それじゃあまた。買ったんすか。買いましたよ。え、帽子が見つからないんでね。いいんですかこれ。なんか自腹で、すいません、なんか買ったようで。いや、私だって買ってもよかったんですよ。だってせっかく出演いただいてますから。いやいやいや、だって自分が被りたいから自分で買っただけだって。いいんですか。いや、だって今出演いただいてる分、俺もう森尾さんの実家への仕送りと、森尾さんの家賃と、あと年金と保険料全部払ってるじゃないですか。いやいや、一個も払ってねえわ。バカ野郎。バカ野郎。だとしたら最高じゃねえか。なんで親の仕送りもしてくれんだ。めちゃめちゃラッキーじゃねえか。なのになんでライナーだけ払わせてくんねえんだよ。そうだよ、おかしいだろ。なんでライナーだけ払わせてくんねえんだよ。いやいや、何をおっしゃってなんだわ。最高じゃねえか。最高じゃねえか。本当にやってくれ。そんなツッコミあるかよ。